はい、皆さんこんにちは、ワダルクルフィジです。では今回はレトロゲーム実況をやっていきたいと思います。スーパーファミコンのガンダムジェネレーション戦記1年戦争編、こちらをプレイしていきます。まあ、簡単に言うとですね、 SD ガンダムで1年戦争を戦っていこうっていうねゲームなので、まあ、ガチャポン戦士とか、あとはG ジェネレーションとかをイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。で、プラスですね、ギレンの野望的な要素もあったりするので、シミュレーションゲーム好きな方はもしかしたらね、もうプレイ済みの方もいらっしゃるかもしれません。今回はね、こちらをプレイしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。ガンダムジェネレーション。このあたりからもう G ジェネっぽい雰囲気も多少ありますよね、ネーミング的にね。1996年のゲームです。イベントモード、 2P 対戦モード、あとオプションが用意されています。今回はイベントモードでプレイをしていきます。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた頃、連邦軍が密かに V 作戦と呼ばれるモビルスーツ開発作戦をサイド7にて行っていた。そしてここサイド7においてジオン軍の奇襲攻撃が今開始されようとしていると、ああいうところですね。まあ、これは本当に機動戦士ガンダム、まあ、いわゆるファーストガンダムと呼ばれている、まあ、シリーズので一番最初の場面ですね。劇中ではシャー少佐率いるね、まあスパイ部隊というか奇襲部隊というのがこのサイド7の中に侵入して、アムロが乗るガンダムのね、初めて白衛戦を展開したというところになります。ではステージ1、発動 V 作戦、敵ムサイ巡洋艦を叩け。まあ、ムサイは巡洋艦ですからね、位置づけ的には軽巡洋艦になってたと思います。一方チベが、まあ、重巡洋艦ですね。まずマップですけども、もう見慣れた G ジェネライクなマップですね。で、あとどうだろう、このユニットのアイコンはガチャポン戦士ライクですよね。このムサイとかね、よく見ましたよね。ちなみにムサイの能力とかも見ることはできます。この時点で攻撃力25、防御力14で、搭載しているモビルスーツが、4機ですかね。ザク2が1機に、あとザク1が1機入っているっていうのがここからわかります。で、ここにホワイトベースがいて、ホワイトベースの能力ももちろん見れます。ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、コアファイターを搭載しているという状態です。で、今回はステージ1、まあ非常に簡単な構成にはなっていますね。ムサイとホワイトベースの一騎打ちです。では早速ユニットを動かしていきましょう。まあ、この辺の動かし方とかももう皆さんに見慣れた感じになってると思います。なので操作に関してはね、割愛させていただいて、サクサクプレイの方は進めていきます。とはいえですね、戦闘画面、戦闘アニメをスキップしたりする機能はないので、サクサクと言ってみたものの、結構時間はかかりますね。まあ、ガンダムとかで言うと、まあ、僕ちょっと今でコロナでタイに行けない状態が続いてますけど、タイとかによく遊びに行ってたんですけど、タイとかでも結構人気があってですね、デパートとかショッピングモールとかの展示でですね、ガンプラとかね、あとはまあそもそもガンダムとかっていうのは結構ありましたね。まあ、そういう観点から言っても、ガンダムがね、世界的に人気があるっていうのが伺えるかなと思います。なんかで読みましたけど、ガンプラも、まあ、約半分、おおよそ半分の売り上げはもう海外になってるみたいですね。日本っていうよりかはもう半分ぐらいは海外での売り上げがもうメインになっているんでね。で、これ戦闘画面ですね。ミノフスキー粒子度、まあ、20%になってますけど、これ命中度に影響してきます。なので自分の周りにミノフスキー粒子がね、濃いところで戦うっていうのがいいのかなと思います。で、今ザクがホワイトベースに攻撃仕掛けてきています。選択肢は武器選択、まあ、これ反撃ですね。防御回避があります。まあ、防御はダメージを軽減、回避に関しては命中率を下げることができます。今回武器選択からビーム砲と2連装メガ粒子砲が選べます。これ射程によるものですね。
今回、射程5から攻撃を仕掛けてきているので、射程5が有効なビーム砲火2連装メガ粒子砲が有効になってますけども、2から4の射程範囲にいれば、今グレーアウトしてますが、4連装ミサイルも使用可能というところですね。今回はじゃあビーム砲で反撃をしてみましょう。この画面がね、スキップできないんですよね。ここスキップできるとだいぶ、ゲームの進行度が速くなるかなと思うんですけどね。で、これは、ビーム砲で反撃をしたというところです。なので、まあ、ザクを排除しつつ、ムサイを今回は攻撃していきましょう。ちなみにこのガンダムジェネレーションシリーズはですね、ゼータガンダム、あとはアクシズ編、まあ、ネオジオン編ですね、あと逆シャア編とシリーズ化されてますので、僕もね、ちょっとこのシリーズは、遊んでいきたいなというふうに思ってます。じゃあガンダムを出撃させていきましょう。まず攻撃できないから、まあ、ガンダムは展開だけしといて、これ出撃してすぐ攻撃っていうのがちょっとできないんですよね。なので、早めにモビルスーツを展開するっていうのがね、一ついいかもしれないですね。あとコロニーとかを占領しておくと、クリアした時に自分のところのボーナスが増えて、まあ、お金が増えるってイメージですね。お金が増えて、次のステージで作れるモビルスーツの数が増えたりするので、ここは余力がある限り、コロニーの占領とかはね、しっかりしていきましょう。攻撃範囲内に、おぉ、120mm の電波動キャノン、これ、実弾兵器ですね。これ、当たるんだ。ちょっと、攻撃を仕掛けていきましょうか。命中率 17%。これはひどいな。17% だとちょっと当たる気がしないからな。回避されて命中率 37%。これでかけてみますか。一発でも当たっといてくれれば、次でとどめが刺せるかもしれない。お、次でというか、ガンタンクがそのままザクを倒してくれた。確実に敵の数を減らしていきましょう。でちなみにミノフスキー粒子を散布したりとかっていうことは、まあ、できないことになってますんで、ここは標準的に攻撃を仕掛けていきましょう。今度は 2連装のメガ粒子砲で旧ザクを攻撃していきます。いや、もう本当にこのコロナウイルス、ね、日本ではまあ横ばい、やや高止まりっていう状況なんですかね。東京だと、まあ、数で言うと100人から200人強ぐらいを行ったり来たりっていう状態をね、推移してるようなんですけど、海外ではね、依然として多い状態なんで、このまま行くとオリンピックもね、ちょっと心配だし、航空業界もかなりダメージ受けてますよね。観光、航空業界、外食産業。まあ、もともと僕、外食はほとんどしないので、まあ、家でほとんど食べてるんで、まあ、もともと貢献していないんで、お前が言うなという話にはなってしまうんですけども、かなりね、厳しそうですし、あとは観光系ですかね。まあ、わかりやすいところで言うと、海外旅行がね、もうちょっと全然できないような状態になってると思うんで、ここも厳しいですよね。これ、コアファイターが撃破されそうだな。回避すると何パーになる ?60%。これにかけるか。食らうともうコアファイター撃沈されそうだな。かわしてほしいな。いや、食らった。これでコアファイターが撃沈されます。まあ、ちなみにコアファイターのコストは、まあ、銃です。銃がどれくらいのコストかっていうのがね、イメージまだつかないと思うので、まあ、クリアした後、実際の各ユニットの、まあ、コストをね、ご紹介しながら、銃がどれくらいのものかっていうのをご説明していこうと思うんですけど、まあ、コアファイターは失ってもいいかなっていうね、やられきたいですね。海外旅行も行けないし、飛行機もそれに伴ってかなり厳しいし、鉄道系もね、やっぱりテレワークとかになってる会社さんも多いと思うんで、だいぶね、まあ、減収になってるんじゃないかなとは思いますけど。早くね、やっぱり、コロナウイルス収まってくれて、海外旅行とかにも行けるようになってくれたらね、またタイに通いたいなと思うんですけどね。では、我々の番ですね。コアファイターを失っているので、コアファイターなしですけど、ここは格闘を挑んでいこう。
いや、待て。ある程度ダメージ与えてとどめで格闘の方がいいかな。なので、ビーム砲を当てていきますか、まずは。先にビーム砲を当てて、ビーム砲を当てた後にガンダムで確実にとどめを刺すっていうね、戦法でいきましょう。こんなにも長くタイに行かないっていうこともね、多分ここ10年なかったかなと思いますね。2018年とかは、まあ、冗談抜きで、毎週タイに行ってましたからね。まあ、その時に比べると本当にもう全然タイに行けてないなっていうこの1年なんですけど、収まったらね、ちょっとタイに行ってゴーゴーバーにお金をね、落としてきてあげたいなと思います。やっぱね、ゴーゴーバーは楽しいですからね。これはミサイルランチャー。これがザクを撃破。ガンタンク火力高いですね。ちなみに完全に初見プレイです。操作方法とかだけ若干確認しただけで、ステージの方はほとんどと言っておる進めていないので、皆さんからね、ちょっとアドバイスとか、お気づきの点とかあれば、動画のコメント欄、もしくはツイッターのリプランまでお寄せいただきたいと思います。これ、ビームサーベルですね、ガンダムの。ビームサーベルは火力出るけど、それでも半分削ったってところかな。ちなみにパイロットの概念はなさそうですね。アムロが乗ってるから強くなるとか、まあ、いわゆる、ギレンの野望的な要素は、あまりなさそうでした。これ、じゃあ、とどめを刺しに行きましょう。ガンキャノン。ガンキャノンといえば、カイのイメージですけど、そういうキャラクター、パイロットが演出上乗ってるっていうようなこともなさそうでした。これで、ザクを削りましたね。とどめをここでコアファイターがいれば刺せたんだけどな。ちょっと残念ながらコアファイターがいないので、このザク2は取り逃しですね。次のターンでおそらく無罪に収納されちゃうんじゃないかな。初めて、なのでね、今回は一通りゲームスキップせずに進めていきたいと思います。で、この後はですね、まあ、戦闘シーンとか、ザコキャラを掃除するような場面に関しては、ある程度、スキップしながらですね、進めさせていただきたいと思います。ビームライフルで反撃。で、僕が好きだったゴーゴーバーはですね、まあ、レインボー系列のお店で、レインボー2とレインボー4っていうお店が好きだったんですけど、レインボー2はね、まあ、このコロナの影響で閉店、レインボー4に、まあ、事実上吸収されたという状態のようですね。ただ、レインボー4はですね、いいところがあって、まあ、ある程度夜遅い時間になってくると、女の子がトップレスになって踊ってくれるっていうね、まあ、そこはね、もう最高にいいところですね。レインボー2はね、ちょっとそういうサービスはなかったです。ここは、攻撃をして、ザクを仕留めていきましょう。ただ、そうだな、やっぱりガンダムのレベル上げたいので、ガンダムでとどめ刺したいので、攻撃は、とどめでガンダムでいきましょうか。ガンダンクレベルがエースになってる。命中率 100%。 どれくらいダメージ与えられるんでしょうね。このミサイル攻撃、まあ、実弾ペースになりますが、6000か。そうなるとビームライフルで攻撃した方がなんか効率が良さそうだな。ビームライフルで攻撃してみますか。これで攻撃が当たってくれて、どれくらいダメージ減らせるかですね。ガンタンクは、劇中ではね、序盤カツが乗ってたと思う、カツじゃない、ハヤトが乗ってたと思うんですけど、ここではエースになってますからね、レベルが。ガンダムのビームライフルで締められなかったか。じゃあガンキャノンで締めましょう。これでザクをもう一機撃破していきます。5600か。結構ダメージ効率いいですね、ガンキャノンのキャノンは。これでザクを撃破。もうレベルが上がったな。
レベル2になってますね。では移動しておきます。できるだけコロニーを占領したいので、無罪を泳がせましょう。ちょっと皆さんね、さっさとクリアしてくれよって思われると思うんですけど、ここはちょっと占領を広げておきたいと思います。では、無罪を仕留めていきましょう。ガンタンクがね、無罪の手法に沈められてしまったので、損害が広がってるんですけども、ここは無罪を沈めて、ゲームをクリアしていきます。無罪に攻撃が当たって、まあ、約5ステップ出ましたね。無罪の攻撃で、ホワイトベースが、まあ、4000ですかね。ガンダムとホワイトベースの攻撃で、ここは、ロドフェンを刺していきます。ビームライフル。まあ、ガンダムのビームライフルは、最初はね、戦艦の主砲並みっていう設定だったと思うので、ここも、無罪に、ダメージとしては、クリティカルヒットしましたね。8000を与えて、これで撃破です。これでこのステージクリアになります。まあ、こんな感じでね、本当にジーシェネライクであり、ギレンの野望ライクでありっていうね、そういうゲームになってます。で、軍資金がこれ170になりました。続いてステージ2。11月7日、連邦軍ジオン軍地上部隊を壊滅させ、地球からの鉱山物資源の打ち上げを断つことを目的としたオデッサ作戦を決行。これにより地上の勢力化をめぐった両者激突の戦いが今始まろうとしていた。オデッサ基地は、マクベが守っていたヨーロッパの、まあ、鉱山基地ですかね。アンザムとか出てきたのがね、当時は印象的でしたけど、今画面上にはランバラルの乗るグフが出ていました。敵、本拠地攻撃に努めよと。ということで、ここはオデッサ基地の攻略戦という位置づけになると思います。で、ここでね、モビルスーツを生産したり、解体したりっていうことができます。で、今、軍資金170、あります。じゃあ、170って何作れるんだって話なんですけど、コアファイターは10なんですよ。コアファイター10。で、ノエシールいきなり出しちゃいましたけど、マゼラアタック、ボール、旧作、アクアジム、ザク、ジム。まあ、ジムになってくるとコストが30ですね。で、G ファイターで40。ガンタンクも40ですね。ゴックになると一気に90。グフで60。ガンキャノンも60。ビッグドームが70ですね。ザメルが80。ズゴックで140%。で、ゲルグ軍になると160ですね。で、ガンダムが170のコストになってます。で、一応ですね、まあ、GP01 とか、まあ、ノイエジールとかも作れるんですけど、まあ、コスト的にはちょっとまだまだ全然、合ってこないかなっていうところですかね。で、あとは戦艦とかも作れます。まあ、ガウ、ギャロップ、マッドアングラー、サラミス、ムサイ、チベ、ザンジバルに、ホワイトベース、アルビオン、そしてグワジンですね。アルビオンよりもグワジンの方がコスト高いんですよ。で、あとは宇宙空母ドロス。そしてよくわからないんですが、ソーラレイ。これが戦艦扱いになってますね。じゃあ今回はモビルスーツ生産していきます。まあ、数がちょっと惜しいので、ジムを、まあ、作っていきましょう。で、あとは、ガンタンク。撃破されてしまったので、ガンタンク。これを作っていきます。あと、軍資金70残ってんのか。70で作れるモビルスーツ。ガンキャノン。ガンキャノンかな、まあ、ガンダムは170でコスト的に全然足りないので、ガンキャノンを作っていきましょう。っていう感じでね、本当にG ジェネライクであり、ギレンの野望ライクでありっていうのはね、こういう部分になってくるのかなと思います。で、一覧で今持ってる戦力ですね。ホワイトベースがここにいます。で、ホワイトベースに搭載できるのは6機。
今何機持ってるんだ？ちょうど6機ですね。バランスがいいかもしれない。というところでね、まあ、今回は、ご覧のような形で進めてきました。で次回以降はもう少しね、スピードアップ、テンポアップして進めていきたいと思います。まあ、ゲームの特性上ですね、まったりしますんで、まあ、僕とくだらない雑談にも、お付き合いいただくことになってしまうと思うんですけども、そのあたりはですね、ぜひぜひご容赦いただいて、次回以降もお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思います。